問題。年を取ると体脂肪率は高くなる。筋力の量は20歳ぐらいから徐々に低下していき、80歳では20歳の半分近くに減少します。筋肉はエネルギーを結構消費します。筋肉量が減ると、結果的に1日で必要とする基礎代謝も少なくて済み、エネルギーがその分余ってきます。筋肉の減少が体脂肪率の上昇をもたらす結果となります。